旧神党は、かつて存在した、フランスの政党。正式の名称は、共和旧神から、旧神社会党で、日本ではしばしば、旧神社会党とも訳される。1901年に、猛こと、あだ名されたジョルジュクレマンソーによって決闘され、誕生した旧神的な共和主義、自由主義政党で、旧神社会党の透名からは、 社会主義政党と考えられがちだが、実態は、中南部の農民層を、支持基盤とする中道の政党である。第三共和政下では、中心的な政党として君臨し、反カトリック主義を標榜して1905年に、政教分離法を成立させローマカトリックの影響を、政治介入から排除した。第一次世界大戦後には、社会党、共産党を中心とした。 人民戦線内閣に加わるなど、フランスの政治に与えた影響は大きい。戦後の、第四共和政下では、勢力が著しく交代するが、他の中道諸政党を休合し、中心主導勢力として、国民議会内部での統一会派、共和派左翼戦線を結成。ピエール・マンデス・フランス政権を誕生させ第四、共和制の負の遺産の生産に挑戦するも、 ウ派ハド・ゴール派の流星とアルジェリア戦争の泥沼化により影響力を失う。第五共和政下では大統領ド・ゴール派を中心としたウ派ハに対抗して社会党、共産党との共闘に進むが1969年にジャンジャック・セルバンイコール・シュレーベル党首が就任すると左右両派と距離を置き中道勢力を結集させる方向へと向かう。このことから 社協両党との共闘に、熱心な左派が1972年に離党し、残った、セルバンイコールシュレーベル派は、独立共和派や民主中道派、民主進歩中道派とジスカールデスタン支持に向かう。ジスカールデスタン政権が成立すると、旧新党は、政党連合、フランス民主連合の結成に加わって連合内でも、有力な政治勢力となった。現在も、 中道より少し右の政治的立場を取っている。上述の通り、フランス民主連合に所属する議員が多かったが、その後は国民運動連合に加わり、2002年、フランス大統領選挙第一回投票では、ジャック・シラク候補を支持した。2007年フランス議会総選挙で国民運動連合から17人の下院議員を当選させたが、2012年の選挙では、 前年に、ニコラ・サルコジ大統領を批判して、中道より路線を強め、国民運動連合を離脱した影響もありろく、議席に交代した。また元老院では5人が、会派、民主社会欧州連合に、2人が、国民運動連合会派に分かれて所属している。当首は、ジャンルイ・ボルロー元環境、持続的開発、計画省なお現在も、党の原点である。 政教分離を尊重している。ありがとうございます。